ああ、クマさんやってる。クマさんやってる。しかも達人マイドがあれすごい下がってて、めっちゃやってる。めっちゃやってるってなんだ。なんか久しぶりに酒飲んだ気がする。家で止まらさすぎて。久々飲んだら死んでます。よろしくお願いします。こんにちは。クリボッチって名前で戦っていきたいと思います。頑張りましょう。どうせここ、未来の俺が編集でカットするんだろうなって考えると、寂しいですね。時知らず。ポラリスだ。懐かしい。これね、夜景が綺麗なステージなんですよ。なんか前も言った気がするけど。なんかナイスしてる。よろしく。よろしく。よろしくー。おーい、おーい、待ってよ。なんで無視すんだよ。自分からナイスしてきたじゃん。なんで俺がナイスした。あ、はい、お食べ。あれや、千と千尋や。お食べ何が面白いかわかんないけど、とりあえず笑っとくスタイルやばい、頭痛くなってきた。始まったばっかなのにな。あー、プレッサーいる。プレッサー倒してくれた？てか俺このステージでさ、999カンストしたことあるわ。あれ、あれ倒す。くらえ。死んだべ。ラッキー、敵が来た。もう動きたくないよ。思考がおデブだよ。もう動きたくないから。待つ。君も倒す。バイチャ。さよなら。ノルマ12個だって、俺さ、達人のさ、今レベルが今下噛んじゃっていた。40だから、俺40だからさ、40の男。体重40キロぐらいにならないかな。もやしみたいにならないかな。あ、残り時間ないんだけど、あと3個必要なんですよ。あと3個必要で、うな今1個持ったじゃん。あ、待って。帰ろ、持って帰ろ。あと1個？目が丸くて見えへん。あ、オッケー。余裕じゃん。余裕なんですよ、サーモンは。サーモンで、みんなほら、苦戦してる人は、俺の動画を見てください。余裕だよ。ね。喋る相手が、喋る相手がさ、普段いなさすぎてさ、こう独り言言っててもさ、そうだよね。そうだね。なんか相槌打っちゃうんですよ。一人遊びが得意になりました。敵が来るの待とうかな。デブなので。もう思考がデブなので。あー、倒せなかった。本当はさ、俺もさ、あれよ、バンドマンみたいに、超細くなって、格好つけたいんですけど、僕の性格上と、無理なので、私はもう、うなぎはうなぎで生きてます。なんか、しんどい。生きづらい世の中。なんでさ、って思ったけどさ、得する人って得するじゃん。俺はさ、スプラトゥーンしてさ、ゲーム実況してさ、すごい楽しんでるんですよ、一応。一応生活は楽しいの。満足してるんですけど、なんか普通の社会不適合者というか、なんか社会に出てないからさ、上司とかもいないわけよ。だからなんか、なんだろう、なんか物足りてなさがあってさ。あー、助けてあげる、ごめんね。ナイスだ、消しとくわ。足りない。インク足りない、インクじゃない、あ、卵足りない。玉ちゃん足りないよ、どうしよう。玉ちゃん足りない。これ拾おう。待ってれば来ると思うんだけど、あと何個見えない、目が悪くて13個。俺1つを運ぶから味方2つ持ってきてほしい。あ、このヘビちゃん倒せばいいんじゃね？このヘビちゃん倒してさ、運べばいいんじゃね？はい、はい、はい。ノルマ行った、ノルマ行った。俺の力、俺の力。みんな褒めて。褒めてください。気持ち悪くなってきた。あれ、これマイク乗ってる？聞こえますか？あー、あー。
マイク。気持ち悪い。ちなみに、お酒は多分子供は、美味しさわかんないと思うんだけど、なんかね、しんどい時とか、飲むといいですよ。薬みたいな。麻薬って言おうとしちゃった。じゃあ普通に薬なんですよ。きつい時に、精神が弱ってる時に、やめて、いじめないで。俺今プレッシャー倒しに来たんだよ。いじめちゃ嫌よ。一個持って。あれ、登れない。いけ。ジャンプ。なんか意味のないスライド。オッケー。ねえ、ノルマ15個だから。ああ、あっち行かなきゃ。プレッシャー倒さなきゃ。もう喋ってんのもしんどくなってきたんですけど。無言になっていいですか？嫌ですよね。死にかけた！今大事にしてた！持ってきてね、それ。持ってきてね。ナイス。ナイスしてる暇あったら持ってきなさい。死んじゃうぞ、あの子また。やめて。ノルマ3で、あ、ノルマ、ウェブ3だよね。ちょっとインク回復しました。で、ボムラッシュしといて、塗り状況良くして、倒すのよ。これ運べばなんとかいけるぞ。15個。あ、いた、やった！彼倒す。エイム悪い。あ、味方ありがとう。味方大好き、ありがとう。痛い。はい、最後の1個入れて。まあ、適当にボムラッシュしとけば勝ちだべ。はい、酔っ払いでも勝てまーす。余裕でーす。まあ、達人レベルが低いから、レベルが低いからってのもあるけど、余裕でーす。みんな動画見てね。いやー、幸せもんだわ、俺は。ありがとうございました。疲れた。なんか疲れたけど、もう一戦行こう。物足りないでしょ、一戦だけじゃ。俺、本当はもっと負けると思ってたけど、意外といけました。マッチングしました。顔が熱い。なんか酒ってさ、いろんな種類があるじゃん、酔っ払うと。笑う人とかさ、怒る人とかさ、泣く人とか。俺はね、眠くなる人なの。眠くなっちゃうの、すぐ。だから、眠れない時とかにお酒飲んだり、してるの。あ、若い子はまだ飲んじゃダメだぞ。大人になったら飲もうね。みんなが大人になる頃は、まあ、何歳が見てるかわかんないんですけど、まあ、小学生だとして、家庭でね。12歳だから、8年後か。8年後、酒を飲む放送すんべ。そしたら、ほら、今の子が20だから、俺はもう30代になってるな。やだな。本当にやだな。30になりたくないな。俺はもう常に、歳は若い気持ちでいるからさ。歳だけが取るよ。気持ちは若いし子供なのに。本当に高校生卒業するとね、早いの。今の学生は、気をつけなさい。俺なんかお母さんみたい、お父さんみたい。あれだ、みんななんか俺の子供だと思って、最近スプラトゥーンっていうかの動画投稿しているので、あれだぞ、変な女と変な男に捕まっちゃダメだぞ、みんな。楽しく頑張って生きてくれよな。損しないでくれよな。あれだ。俺なんか友達少ないんだけど、身近な存在がみんなだと思って生きてます。なので損しないでください。あ、今ボブ入んなかったんだ。最悪。危ない。でもノルマ行った。風呂強いんだよ。威力があるからさ。立ち歩行割るときとか、風呂強くてさ。あ、危ない。よし、勝った。サーモンランでも鮭がすごい楽に倒せんの。何か髪の毛じゃ前が見えない。髪の毛切らなきゃ。これなんか正月前に、年末に髪切りたくて、予約したんですよ、一応。ちゃんと。偉いでしょう。もうなんか2、3ヶ月ぐらい切ってなくてさ。あ、悪い。なんか髪を、
がっつり切るんじゃなくて、なんか一回ね、髪の毛伸ばそうとして、昔あの焼きやつで坊主だったからさ、髪伸ばしたいなと思ってて、伸ばしてたんですけど、やっぱ邪魔だわ。あとね、あとあれや、なんて言おうとしたのか忘れちゃった。髪についてなんか、神神って、神。ごめん、何が面白いか分かんなくなっちゃう。逃げるぜ！ね、乗るは余裕なんですけど。味方強くないですか？俺の力いらないんじゃないですか？もう酔っ払いなんていらないですよ、もう。俺も運ぶだけでいいやん。あー、頑張れ、ナイス。演歌歌っちゃうかな。ゲーム中に演歌歌っちゃうから、俺。渋いね。ちなみに、知ってる演歌なんてないんですけど、おじゃる丸の、まったりまったりまったりなっていう、サブちゃんの曲、あれだけちゃんと知ってます。でも酔っ払ってもスパラできんのすごいべ。どうでもないのかな。抵抗感覚来るんだよね、お酒入ると。あと俺眠くなっちゃうから。あーやめて。やめて。ねえ、これ需要ありますか？なんか時々、酔っ払いスプラ好きみたいな、物好きな人がいっぱいいるんですけど、これ需要あるんですか？わからない俺には。でもね、口が回る。すごい実況がしやすい。楽しい。好きなことだけどさ、ゲームしながら話すの苦手な人いるじゃん。難しいよね。ゲームしながら。俺も慣れてるからさ、無駄話しながら世間話ができるんですよ。ただガチマッチとか、やっぱ集中しないと味方に迷惑がかかるのは、きついなーって。なんか、あれ？俺すごいとこ開けちゃった今。ごめんなさい。ポラリズの金の鮭嫌いなんだよね。まあでも頑張るしかね。ほら、ちっちゃくなって、どんどん。ほら、元気ないんじゃない？金の鮭も。あ、上行っちゃった。あ、オッケーオッケー。ノルマ低いからさ、これでも全然勝てますよ。拾って、倒して、痛いよー、やめてよー。そろそろ出した方がいいんじゃない？これじゃない？あー、近いねー。これかな？近いねー。でもこっちだな。これだな、多分。多分これだ。これにわかる。ほら。ただ、死にそう。彼出さないと勝てない。待って、本当にまずい、これ。あー、もう着地使っちゃおう。ノルマさんだよね。ノルマじゃない、ウェブか。あ、これ本当にまずい。本当にまずいよ、みんな。みんなの力くれ。誰か分裂して、運んで。お願い。もう、近場で出すしかねえ、これ。マジで近場で出すしかねえ。これさ、こことここの間じゃね？ない、ここら辺。ないか。出ない。出ない。あー、出たけど時間ない。みんなここにいるのに。お願い。あー、負けちゃった。くっそー。ごめん、みんな負けたー。俺が悪い。ここの切り鮭難しい。ごめん。本当にごめん。次頑張るから許してください。酒抜きます。ありがとうございます。評価キープだからよかったよ。イエーイ、ありがとう、お疲れー。